はい、今回は、おすすめアニメスーパーカブ第5話レイコの夏の感想についてね、お話をしていきたいと思います。まあ、今回のね、回はまあレイコの回ということですね。まあ簡単に言うと、まあ幽星カブでですね、まあ、レイコがですね、まあ、富士山を、まあ、登るとね、いう話ですね。で、まあ基本ですね、まあバイクで富士山登っちゃいけないんですよね。昔はね、車で5合目まで行けたんですけどね、今はね、まあバスみたいので行くしかないんだよね、確かね。まあそれがですね、まああの走路確認というね、ちょっとまあ苦しい言い訳ですけども、まあね、重機のね、走路を確認するために、まあ、幽星カブを使って、まあ、見に行くと、ね、いう、ちょっと苦しい言い訳ですけども、まあ、そういうね、ストーリーになってましたね。はい。あとね、幽星カブっていうのはですね、あの、リトルカブと多分一緒だと思いますけども、タイヤがね、14インチなんですよね。なんで小さいんですね、ちょっとね。なんでオフロードには、まあ、極端に向いてないかな、カブの中でも。まあ、リトルカブなんか14インチなもんで、まあ、向いてないとも言えないかもしれないけどね。まあ、幽星カブちょっと厳しいかなと思いますよね。で、例えばですね、ゴムマの乗ってる、スーパーカブでしたら、これ、17インチ。ありますんで、要するにタイヤがね、大きい方がね、オフロードは走りやすいんですよね。ただ昔のオートバイって意外とね、タイヤが大きいんですよね。オフロード走らないバイクでもね、スズキの刀なんかフロントが19インチとかあります。今もだいたいスポーツバイクってのは17インチにね、なりましたけども、結構ねタイヤが大きい方が荒れた路面が影響を受けないっていうね、ことがありますんでね。なので、ね、今後は小熊が、まあ、私のね、カブなら頂上まで行けたなんかってね、ちょっとトンチンカンなこと言ってますけども、なんで、まあ、17インチの方が有利だもんで、まあね、テクニックとかそういうのはあれにして、カブとしてはまだね、スーパーカブの方がね、幽星カブよりも向いてるのかなと思います。まあ、エンジンがちょっと小さいですよね、50でね、そっちの方がね。で、まあ、ハンターカブね、110ね、の話も出てましたけども、まあ、あれもね、17インチですね。で、まあ、オフロードタイヤ空いてますんで、あのぐらいなら、まあ、一番ベストかなと思いますよね、今のカブの中でね。あとね、ちなみに、まあ、オフロードバイクなんかね、のフロントタイヤっていうのはこれ21インチあります、ね。あとはアドベンチャーバイクって、まあね、オンオフ両用的なバイクでは、まあ、フロントが19インチ、ね、のタイヤになってますので、なんでそれぐらいに比べるとさらに17インチ、14インチっていうのは非常にね、小さいタイヤですね、オフロードに向いてますね。で、まあね、まあ、おじさんがですね、体を山に沿わせるっていうのは、これはね、意外と理にかなってるなと思いましたね。要するに、すごいきつい坂だと、ちょっとこう、前輪が浮いちゃって、こう、ウィリーしたみたいな形になっちゃうんで、まあ、フロントのね、タイヤに荷重をしっかりかけるっていうのは、まあ、山にね、沿わせるっていうのは、理にかなってる。まあ最後はね、まあ、転んじゃってね、オイル漏れが起きちゃって、まあ、断念しますけどね、まあ、ぐるぐる巻きにしたやつは、まあ、オイルが漏れたのが、ね、重機につかないようにとか、まあね、家具も傷つかないようにという感じですかね。はい、あとね、まあ、呪いの、ね、家具の、ね、秘密が、まあ、ちょっと明かされてましたけども、まあ、3オーナーでだけど500キロっていうのはちょっとまあ納得いかないかなっていう感じもありますね。ちょっと少なすぎますよね。
まあないこともないけどね。はい。あとですね、ちょっとねそこでね、まあ、あの玲子がね言ってたあの資料がね、ありますので、これちょっと見てみましょうかね。1963年ね、8月4日に、標高3776メートルの、日本一の富士山を株で最初に、登頂に成功したってね。これがですね、さ、出たね、まあ、ここにね、写真がありますけども、かねてから用意してあった旗を、頂上の鳥居にの前に掲げたってね、ありますね、ここにね。頂上を踏んだスーパーカブとね。まあ、これがね、山梨県南駒郡の、鍋田さんという方ですね。8月4日、スーパーカブで、富士宮口より、富士山登頂に成功した山梨県の、鍋田さんですね。愛車を自分で改良し、最も険しいと言われる全長40キロのコースを12時間で走破したと、ね。これはね、出展は1963年の、まあ、昭和38年の9月20日の発行のラインブっていうね、雑誌でしょうかね、第5巻と、ですね、証拠写真ですね。あとね、もう一つがですね、のお話で、ね、出ましたよね、東京上野動物園園長林寿良さん、ね、ここに、ね、写真がありますけども、頂上で5年の一行と、左端が林動物園園長、この人ですかね、バイクに乗って左なのかな、この人の感じなのかな、ね、はい、東京上野動物園園長林寿良氏一行は1963年8月19日ハンターカブ2台モンキーオートバイ2台で富士山の御殿場口より、登頂を開始し8合目に1泊の後、20日最高峰3776メートル地点の山頂に到達、火山壁付近で、スクランブルレースを楽しむなど、前人未到の離れ技を演じ、さらにキロは、わずか1時間半で駆け下りるなど人々を驚かしたと。またハンターカブの素晴らしい、途半性能と往復の、燃費わずか3リットルということもカブの優秀性が、実証されたと言えましょう。まあ、これもね、出展が1963年、昭和、38年9月20日の発行の、フライング第5巻と、ね、いうことになりますね。まあ、なので下りなんかも難しいんじゃないかなと思いましたね。上りの場面ばっかりでね、帰りがね、スピードつきすぎちゃうと。あとね、まあ、小熊の新しい目標でね、自動二輪免許を取るとね、まあ、株のボアアップの改造っていうのもね、またね、ちょっと楽しみですね。はい、それではね、第6話、私の株もね、またね、楽しみにね、しております。それでは、今回のね、動画は以上になります。